まあ、あとはそのケイツさんの試合、まあ、ルシア火力やばいからな。あいつもほんまに巻き込まれたら一瞬だからね。孫さんの履歴残ってるかな。残ってるな。これかアルマスのルシアの方。うん、ルシア結構見てて面白いけどね。手数が多くて派手だね。カリンだよね。孫さんはルークとカリンって、あ、でも3キャラか。ルークじゃないんやね、ここは。あ、ゴンドさんの師匠なんや。いい師匠だね。今の飛び通りちょっとルシア対策チェックした説あるな。投げて、おお発動、うまい。周回四角に攻撃で準優勝のルシア。へえ、結構いろんな人が出てるんやね。いや、ルシアの V 取りマジ強い。端から端まで行くからな、コンボで。うわー、 EX から俺ガウセット発動。暴れる。ポンパー。うわー、これ中継からリターンでの強いな。うわー、減った、マジか。これルシアのタッチ受けめっちゃ強いんですよね、牽制として。こっから伸びんの強いね。いい中継ですね、今の、うん、ルシアもあの今回のバージョンからかなり強くなったっぽいからね。ファイナルファイト多分俺やったことない。俺がやったファイナルファイトは初代とスーファミの2だけかな。カルロス宮本使ってましたわ。遅らせ中中伸びるよ。わー、いいね。うお、伸びる伸びる。減りすぎでしょ。いやー、やっぱ伸ばし方がうめえな。打っていく。最強の EX 勝利。発生遅いんで当たりやすいですね、逆に。あ、確定。あれ、確かマイナス4やった気がする。うわー、あぶねー。うおー、すっごい、あぶない、あぶない、あぶない。最強、このフィニッシュブロー、カリンの立ち受け、そうですね。もう一生これです。最後は。もう最強なんで。ちょっと判定弱ったらしいねんけどな。そうだね、このキックはマイナー4だね。まあ、慣れてないかもね、あんまりね。ルシア使って楽しそうなのに。そう、ルシアは俺が使ってこのキャラはちょっと難しいから違うなって思うぐらいには多分使ってて楽しいと思う。テクニカルなキャラだと思う。いやいやいや、これ伸びすぎだろこれ。はあ、ルシアコパン投げもできるし、コパコパ投げ、コパジャッキックかな、ジャッキック2回からも投げに行けるっていう。いや、コンボのプレッシャーマジエグいからこいつ。投げとシミの逆にすげえ行きやすいんよね、こいつ。うわー、なるほど。あと、さすがにこのラウンドは勝つやろ。言うて、孫さんリーザル、お、ナイスガード。うわー、これ。いや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 、マジで終わってる終わってる。え、終わってる。は、何今の。
いい勝負。ちょっとマグさん有利だな。でもこれそうだ、グレンケンで終わる。あーおあー使いそうじゃない、遠かったんかな。うますぎる。強っ、めっちゃうまいやんこの人。ルシア今見てからやったな多分。今の中足うまケイツめっちゃうまいやん。マジか。